問題です。この3つのうちナチュラルアナエロビコ生成の生豆はどれでしょう。難しい。これは難しくないですか。めちゃくちゃ難しい。どれだろう。正解はこちら。おお。今日はこちらのナチュラルアナエロビコの生豆を紹介していきたいと思います。はい。というのも、あ、食べてないかな、石橋です。クイズにハマってるんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですか。はい、先週に引き続きクイズを出させていただきました。はい、はい、なんで今日はナチュラルアナエロビコ生成なんですか。これ、焼くんですよ。はい、それで生豆を見てみました。はい、ナチュラルアナエロビコ生成方法ざっくり説明しますと、はい、摘み取ったコーヒーチェリーですね、そのままタンクに入れて、空気のない状態で発酵させます。なので日本語で言うと嫌気性発酵ですね。ほう。はい、というちょっと特殊な生成方法でございます。はい、なので香りもねちょっと独特なんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちょっと嗅いでみたいと思います。はい、はい、うん、なんかねこう普通のウォッシュドと生豆と比べるとちょっとこう酸っぱいんだよというか、う、酸味のある香り、あとはそのカカオの香りですね。なんかちょっとパーセンテージの高いカカオと酸味の香りが感じられます。なるほど。はい、ちょっと黄色っぽいですよね。そうなんですよ、色もね、はい、黄色っぽいと思います。はい、はい、ちなみに、はい、今日他に準備したのは何と何を用意したんですか。お、いいところに気づきましたね。ほう、これ生成方法何でしたっけ。それはナチュラルアナエロビコ生成。はい、はい、なのでこちらが、はい、ナチュラル生成。おお。でこちらが、はい、アナエロビコ生成。あ、なるほどね。はい、はいはいはい、はい、ナチュラルアナエロビコを説明したいから、はい、ナチュラルとアナエロビコと2つの生成方法を用意したと、はい、そういうことでございます。こんにちは、カフェテランゴの石橋です。2月13日夜9時からは YouTube 焙煎ライブコスタリカのキエさん農園ナチュラルアナロックを焼いていきます。焙煎度合いはハイローストとレンチローストの飲み比べセットです。もう販売されておりますので気になる方はぜひチェックしてみてください。今回も 50g から少量で飲み比べを買えるようになってますので、ぜひぜひ皆様のご注文をお待ちしております。なるほど、ナチュラルアナエロビコを説明したいから、はい、ナチュラルとアナエロビコと2つの生成方法を用意したと、はい、そういうことでございます。おー、はい、面白そう。はい、なのでこれもちょっと香り取っていきたいと思います。はい、見た目はそうですね、あー、やっぱナチュラルは発酵してるのでちょっと黄色みが強いですよね。そうですね。はい、でこれがナチュラルアナエロビコ、はい、こっちがアナエロビコ生成。こっちは白っぽいですね。そうなんですよね。グレーというか、うん、はい、やっぱり先に皮と果肉剥がしてから嫌気性発酵にかけているので、はい、そこまで色の付き具合はないんですかね。はい、はい、じゃあまず、はい、ナチュラルから。ナチュラルから、はい、はい、うん、あ、こっちの方がよりなんかちょっとビネガーっぽい、はい、酸っぱい香りが強いかもしれないです。なるほど。はい、ちょっと甘酸っぱいというか、はい、はい、じゃあこっちアナエロビコですね。はい、はい、こっちの方がよりこうスパイシーで、はい、ちょっとこうシナモンとか、うん、桜餅とか、うん、でもなんかチョコレートっぽい香りもいます。なるほど、はい、おお、ということはですよ、はい、このナチュラルの豆と、はい、アナエロビコの豆を、はい、両方同時に嗅いだらナチュラルアナエロビコみたいな香りになるんじゃないですか。どうですか、やってみてください。ちょっとやってみます。ちょっとやってみたいんですけど、ちょっとあのカメラ撮って、はい、代わりにやってみましょうか。はい、お願いします。どうですか、どうですか、どうですか。微妙ですか。なるほどね。微妙だったんですか。はい、ちょっと違いました。ちょっと違いました。あ、本当、はい、若干違いました、ね、ちょっと後でやろう。やってみてください。はい、というわけで、はい、土曜日9時から焙煎ライブ、はい、ナチュラルアナエロビコ焼きますので、はい、ぜひ皆様ご視聴お待ちしております。そうですね、どんな味になるのか楽しみですね、はい、両方の感じがあるってことですよね。そうですね、はい、ぜひご注目お待ちしております。
それでは焙煎ライブでお会いしましょう。